長崎県立長崎図書館は長崎県が設置する県立図書館である。大正頃の県立図書館2011年撮影長崎県立長崎図書館は長崎県長崎市にあった県立図書館。長崎県大村市にある県立市立一体複合型図書館施設未来ン図書館に移転するため閉館した。略称は県図書。 所在地850-0007長崎県長崎市、立山1丁目1度51北緯32度45分10.7秒、東百129度52分48.7秒、北緯32.752972度東二129.880194度、32.752972129.880194。32. アイセル JP-100 万2987、利用時間4月現在平日午前9時30分午後8時土曜、日曜、祝日午前9時30分午後5時休館日、毎週月曜日毎月末日特別整理期間年1回年末年始、老朽化と増書収納スペースの不足により、県立図書館の移転場所が検討されてきた。二千十一年三月時点で、候補地が、 長崎市と大村市の二カ所に絞り込まれ、2013年3月、大村市と長崎市の両市に機能を分散して、新県立図書館を移転、新築する基本方針案が、長崎県教育委員会によって示された。その内容は、一般図書に関する業務を、大村市東本町の旧、大村警察署跡地に、大村市立図書館との合築で新県立図書館を、新築、 移転して行い、歴史的に貴重な資料に関する業務は、長崎市の現図書館跡地に、長崎県立図書館郷土資料センターを新設し、隣接する長崎歴史文化博物館と共に行うというものである。大村市にある新県立図書館は2019年10月5日に、開館、長崎市での郷土資料センターの開設時期は2021年5月になる予定。 新図書館の建築概要詳細は、未来音図書館を参照公共交通機関は、バスと路面電車がある。長崎駅方面からホタル茶屋方面から、浜町方面から、未来音図書館は2019年10月に、長崎県大村市に開館した、県立、私立一体型図書館施設である。詳細は、未来音図書館を参照。 長崎県立長崎図書館公式サイト内資料長崎県立盲学校の創立者でもある県立長崎図書館旧型模型長崎県立長崎図書館ウェブサイト県立長崎図書館の休館のお知らせ長崎県2019年5月27日閲覧県立長崎図書館強度化の移転について長崎県2019年11月24日閲覧 長崎県立図書館再整備検討会議からの、答申について長崎県ウェブサイト、未来オン図書館を参照。長崎県教育だより長崎、元気広場ナンバー65。ありがとうございます。